はい、川銀360始めたいと思います。この日は長野県駒ヶ根市にあります駒ヶ岳ロープウェイ、中央アルプスの千畳敷という2600メーターの木曽駒ヶ岳の東側に広がる氷河渓谷まで上がるロープウェイですね。こちらで登りまして、VR 写真館用の360度静止画を撮ろうということでやってまいりました。こちらの菅野台バスセンターの駐車場に車を置いて、バスに乗り換えて、ロープウェイ山麓駅を目指すことになります。一般車両進入禁止の狭い山道、これはですね、バスのすれ違いも困難な道なんですけれども、30分ほど揺られまして、標高差で結構登ってますよね。菅野台からロープウェイ山麓駅の白火平に着きます。菅野台バスセンター発8時15分の便で上がってきたんですけども、ご覧の通りぎゅうぎゅう満員というほどじゃないんですが、かなりのお客さんがロープウェイに乗り込むところです。まあ、ロープウェイで登ってる最中、上空を見まして予想はしていたんですが、千畳敷についてみると、強風と寒気、ガスってて展望も効かないということで、一般のお客さんはですね、外に出るのもはばかれるほど、なかなかもう初冬のアルプスの稜線の厳しい状態になってしまっていたということですね。木曽駒宝剣方面に登る登山道と遊歩道の分岐になります。稜線の乗っ越しまではですね、雪がない状態で、運動靴でもなんとか行けたようです。ただ私はもう、この日は稜線まで、上がってみようというスケベ根性はですね、すっぱり捨てて、ここで、遊歩道を回って天気が回復して、一縷の望みをかけてですね、眺めは良くならないかということで下ります。後ろの下界、駒ヶ根市街方面はご覧の通り明るくて、下った後もですね、非常に天気は良かったです。もうこの標高 2500m 以上のですね、中央アルプスの稜線直下の厳しい寒気と強風でガスに打たれる状況とはまるで天と地ほどの違いがあったわけですけども、これが山の天気ということですよね。遊歩道も雪が乗っているだけじゃなくて、ツルツルの氷になっている部分が非常に多くありまして、滑り止めをつけてないね、普通のトレッキングシューズ運動靴の人は相当歩くのも苦労してました。一向にガスが切れる気配がないので、遊歩道を一回りしてロープウェイの山頂駅千畳敷ホテルまで戻ってきました。後ろに見える建物ですね、3階部分、これが宿泊とホテルの部分だと思います。ロープウェイ利用者とホテルの宿泊者が共通して使用しているカフェスペースですね。通常ホテルの中にレストランがありまして、ただ現在改装中ということでですね、今月から春まで、利用ができないということのようですね。なのでホテルの宿泊者の方も夕飯はこちらのカフェスペースで調達するということになっているようです。この日は金曜日だったんですけれども、実は今上がってきているゴンドラはですね、人数が多くて1回で乗り切れなくて増発になった臨時便なんですね。本当にこうたくさんの人が上がってきてました。ただ外に出られないので結局トンボ帰りで下りのケーブルに乗るということになってしまっていましたね。そんなわけで足を伸ばして駒ヶ岳ロープウェイで千畳敷まで登ってみましたけども、あいにくの天候でですね、同じような写真が多くなってしまいましたけども、それでもこんなこともあると、これが山ですということでお楽しみいただければと思います。それではまた。